プレミアムボックスは日本の競争場である。場名の由来は賞金、賞品を入れる箱。主な価値倉はオーシャンステークス、CBC 賞、京阪杯。ヤシロ大レースホースのクラブ場であり、募集価格は2000万円。2009年京阪杯2005年にデビュー。2006年5月の未勝利戦勝利後に全名勝の手術を行うが、 それを乗り越え同年から2007年にかけ、条件場として4勝、2008年初頭の、準オープン1勝を挟み続く、オーシャンステークスで重賞初制覇を記録。この他2009年の CBC 賞、K 半杯と合わせ、上原長教師がベストの距離と評したスプリント戦での重賞を3つ獲得した。プレミアムボックスは、現役前半に勝ち倉を重ねていた当時は、 前からの競馬で押し切る展開が続いたが、たまに発馬で出遅れる癖があると、スタートダッシュの悪さを調教師から懸念され、2008年の高松の宮記念や函館スプリントステークスでは、発馬でもたつきそのまま後方からの競馬となる展開が続き、現役後期にはそのまま中段後方から最後の上がり勝負となる展開へと客室が一転する。 また自分から動けるタイプではないためレース展開に左右されることが多く、調教助手の鈴木も、とにかくこの馬は展開と同馬を評価、騎手もぴったり合えば差し切って勝てるとコメントを残したが、追い込み届かずというレースはそれを上回り、出走馬中最速の上がりを記録しながら二桁着順に終わるレースも、三県、現役最後のレースとなった2010年系半杯も、 そのレースの一つとなった。重傷を参照した実績場であるが、いずれも g イー、GII での連帯は1回、5度出走した GI では、すべて2桁着順と上のクラスでは、苦戦が続き、同年12月8日付で競争場登録を抹消され現役引退となったが、種ボ場としてのオファーはなく、乗馬となる。近親に、ダービーに着場インティライミやワンモアチャッターがいる。 ありがとうございます。